肌にスーッと馴染むようなあの使い心地が大好きで、私はお風呂上がりに何度もあの肌に染み込めと思いながら、まあ、スーッと染み込んでくれるんですけど、使うのが気持ちが良くて大好きです。冬だったと思うんですけど、あの乾燥であったりとかちょっとこう霜焼けとか、そういうのが小学校高学年とかの時にすごく感じて、その時に母から保湿はもうとにかく大事だから化粧水からまず毎日塗りなさいと言われて、あの夜鏡の前で塗るようになったのが始まりだったかなと思います。そうですね、最初は本当に乾燥だけだったと思うんですけど、だんだんこうちょっと不規則な生活が続いたりすると、こう毛穴がちょっと目立つなって感じるようになったりとか、あとなんだろう、疲れなのか食べたものなのか分かんないですけど、ちょっとこうポツンとニキビができて、わあなんかいきなりできてるみたいな、そういう日も出てくるようになって、ちょっと変化を感じました。うん、浜辺さんでも毛穴が気になったりニキビが来たりするんですね。すると思って、ちょっとそういう朝はちょっと衝撃じゃないですか。っていう、まあ、それはもうみんなあるだろうなと思って、でもちゃんと始めなきゃと思いました。そうですよね、化粧水のバランシングウォーターと水クリームが、私はあ素敵な使い心地だなと思って、かなりお気に入りです。もうすごく実感してるっていうのが伝わってきます。そうなんですよ、普段から使ってらっしゃるんですもんね。そうなんですよ、あのテクスチャー自体はすごくちょっとトロッとしてるんですけど、よいしょ、あのベタつきもなくて、こう肌にスーッと馴染むようなあの使い心地が大好きで、私はお風呂上がりに何度もあの肌に染み込めと思いながら、まあ、スーッと染み込んでくれるんですけど、使うのが気持ちが良くて大好きです。はい、あとこの化粧水はですね、さっぱりしてるのに潤う感覚があって、あの忙しい朝だったりとかお化粧前とかにもすごくあのなんだろうな、爽やかに気持ちよくスキンケアできるのでお気に入りです。はい、とてもニコニコ笑顔でなんかすごく使ってみてほしいなっていう、言葉で表すのが難しいようななんか質感なのと、その潤うのにすごくサラサラしてて、なんかすごく楽しいんですよね。すごい不思議だなと思っていつも使ってます。わかります、これ取った瞬間におってなりますよね。そうなんです、なんかやっぱりベタつかないそのサラサラした感じが私はとっても好きですね。はい、ニキビとかができそうな時とか、ちょっとできちゃった時に水クリームと化粧水を一緒に使うと、これ以上大きくなんなかったり、さらにちょっとちっちゃくなったりもするので、うん、私はすごく使わせていただいてます。はい、こんな感じです。はい、浜辺さんも先ほど忙しいとたまにニキビが気になることがあるとおっしゃってましたもんね。はい、あのやっぱりちょっとできちゃうんですよね。なんかそういう時に両方使うとあの心配がなくなるというか、次の日には多分気にしないで良くなるような朝が迎えられるんじゃないかなと思って、夜はそういう時は特につけるようにしてます。はい、こうベタつきもないのでポツンとニキビを防ぎたいという方にはこうぜひおすすめしたいクリームですよね。そうですね、もう私くらいのなんかそのちょっと気になりだした人にもぜひ使ってほしいなと思ってます。はい、ご案内してまいります。はい、向かって左から目線ください。はい、じゃあ続きましてセンターいきます。